皆さん、こんにちは。ミニギャルのさやかで新年明けましておめでとうございます。坪田先生でーす。す。ニンニン、明けましておめでとうございよろましくお願いしす。まビリガルもうなんか最近こう、SNS とか見てると、ニューヨーカー感がすごいよね。いや、出してるもん、ニューヨーカー感。出してるんだ。出していきたいと思ってる。どれくらいになるんですか？まだ4ヶ月くらい？いや、もう半年経った。半年経った。半年で、2022年はどうでしたか？2022年マジ一瞬でしたね。人生で一番一瞬だったかもな。2022年の1月にコロンビアに出願したんですよ、うん、そんな時期だったね。確かに年末年始のクソ忙しい時に、なんかやたらと推薦文みたいなのいっぱい書かされたっていうイメージがあるわ。本当すいませんでした。確かハーバードの締め切りが1月5日で、コロンビアの締め切りが1月15日だったんですよ。だからコロンビアが最後だったの、はいはい。でもそれ出して終わったっていうのがちょうど今の時期ぐらいでしたね。でそっからもう3月に合格出て、もうそっからすぐ渡米の準備始めて、で7月に飛んで、もう必死で生きてたらもう年末になってたみたいな感じだったんで。なるほど。一瞬だったマジで。なんか2022年は僕なんか月1ぐらいでさやかちゃんをヤフートップで見てた気がするんだよね。嘘。いや本当に本当に。34で初めて女性が留学行く、しかも結婚してて、でまあなるほど、確かに出産とかも考える時期で、どういうふうに選択したんですか、うん、みたいなインタビュー結構多かったですね。でも なんか2022年一つ大きいことを挙げるとしたら何ですか、自分の中で。夢叶った。おお、すげえ。またその一言が出てくるのがすごいな。本当に君はやっぱ夢叶った。夢は何ですか？留学でした。ああ、私妹が留学行ってたじゃん。うん、そうだね。だから結構近くにロールモデルがいたんですよ。だから、うん、坪田先生も留学行ってるし、留学行きたかったなって思った時はもう遅かったと思ってた。で留学行きたいってあんまり言語化したことなかったけど、やっぱり人に伝える仕事をするようになってから、うわーやっぱり留学行っとくんだったなーって本当に思うことが増えて、先生がね、あのこの本、これなんか何にも言わずにずっと出しててみんなびっくりしてるかもしれないんだけど、この本11月に出ましたので、ね、この本の冒頭にも書いたんですけど、なんで留学行こうと思ったかっていうきっかけが、やっぱり本当に全部坪田先生がいつも動機になっちゃうんだよな。で何年か前に坪田先生が、君に日本のことしか知らないで日本の教育どうやって語るのって、本当に先生覚えてないと思うんですけど、またいやそれは覚えてるから、タクシーの中な気がするんだよ。タクシーの中です。でしょ、その福岡だよね確か。違います。じゃあ覚えてないわ。で先生がこっち側に座ってて、私が奥に座ってて、で先生がスマホ見ながら、君やっぱ一回出た方がいいと思うよ言ってた。それで私は先生がスマホを見てる間にすごい先生のこと見せて、やっぱりそうかってすごい考えて、それがずっと頭に離れなくって、でその後私はいや留学はいけないって言って札幌行ったんですよ。おお、その時期。はいはいはい。確かに何かどっかこのままずっと講演してるだけじゃダメだと思って、何か変化をと思って、私の精一杯のそれが北海道だった。そうん、あ、なるほどね、なるほどね。でその後大学院入って学んだじゃん、日本の。でもそれでも満足やっぱりできなくても、これはやっぱり留学行くしかないなっていう気持ちが、大学院の卒業論文書きながら腹が決まったっていう。うん、今話聞いててめちゃくちゃ面白いなと思ったのがさ、多分さ、薄くこのビリギャルとかさやかちゃんとか僕のこととかをフォローしてる人って、僕とまあ出会いました、でお母さんとお父さんとかのいろんな関係性もありながら慶応に受験しました、勉強できないところから、でその後コロンビア大学に留学しました、そういうところがやっぱニュースになっているから、そうだ、ね、なんていうかな、結局何したいのみたいな感じで思われたりとかさ、逆に言うとストレートにすごいエリート街道進んでるよねみたいな、なんかそういう風に見えちゃうじゃないですか。見えちゃうよね。でも実はさやかちゃん自身すごくいろんなことに悩んで壁にぶつ当たって、でそこからそれをこう打破しようと自分なりに何か選択をしようとしてっていう、でしかもその時には常に自分がなんかこう持っているものっていうものを手放しながら、そこも当然その簡単に手放したんじゃなくて、すごく苦悶したというか、自分なりにこう考えに考えて悩みに悩んで勇気を出して一歩踏み出したっていうのがさ、実は全部毎回じゃないですか。毎回それ
本当に。手放そうって簡単に言うけど、実はやっぱ手放すのってすごいストレスもかかるし、手放した後って超大変だよねっていう、その瞬間だけが切り取られるからなんかいいなとか、なんかあの人ラッキーだよねみたいな、そう、あの人だからできるんだよってなっちゃうんだよ、やっぱりなるんだね。でそれをどう乗り越えていったかっていうことが、このビリギャルがまたビリになった日に書かれてるということでいいですか。すごい神がかったまとめこちら今大こちらおいくらでしたっけ。1650円、10版おこみ様で書かれましたので、おめでとうございます。ありがとうございます。発売1ヶ月で書かれました。嬉しいです。今僕ちょっとちらっとレビューを読んでみてるんですけど、すごいいい子がいっぱい書かれてて、なんか一番上から久しぶりに一気読みとか、前向きになれる、大人こそ読むべき本、勇気がもらえる本、一日で一気に読んだ、学び続けるってかっこいい、勇気をもらいました、全ての大人に読んでほしい一冊です、挑戦をしたいと思ってる人こそぜひみたいな、なんかすごい、これまあ確かにねすごくいい本なので、ぜひぜひ皆さん。ほらほら、野菜ダメじゃん、全然覚えられないじゃん、白菜とキャベツとさ、レタスの違いが分かんないみたいな、でその時には当然また覚えるわけ、あこれが白菜なのね、これがレタスなのねってなるんだけど、3日後とかにはさ、もうどれだかどれだか分かんなくなってるわけよ。いや最近ちょっと俺分かってきたのは何かっていうと、俺多分もう脳のハードディスクがいっぱいいっぱいなんですよ。もう新しい情報入んなくなってるんだなっていうのを最近すごい感じて、でも例えばこれが哲学書、大学生の時に読んだ、死ぬほど読んだ哲学書の内容とかはめちゃくちゃ覚えてるわけさ、やっぱおじいちゃんおばあちゃんとかのさ、戦中戦後のこととかめっちゃ覚えてたりとかするじゃない、で最近のこととか忘れてたりするじゃん。でこれってだからやっぱ俺ハードディスクの問題だと思うんだよね。だからそういう意味で言うと、俺めちゃくちゃ思うのが、やっぱ若い時に質のいい情報にちゃんと触れとくっていうことがすごい重要なんだろうなって思うよね。情報もさ、当たり前だけど複利になるので、複利って分かる、何か分かりますよ、分かりますよ何複利じゃない方は何、単利、うん、単利はバカーンといくやつで、複利はこうやっていくやつ全然分かってないじゃん分かるよいやじゃあバカーンって言った方がいいじゃん。いやバカーンっていくやつはリスクもありますから。違う違う、全然違うからね。単利っていうのは1年間での金利が 10% の銀行口座に100万円入れたら1年後いくらになってますか。110万円。あそう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 、結構タイムラグあったけどこれはやっぱ東京とニューヨークだからそんだけのことそうそう多分、ね、で単利だと2年後も100万円に対して 10% つくから10万円になるんですよ。はいはい、ってことは2年後はいくらになってますか。220万円。なんで増えない。あ120万円。そういうことですよ、これが単利ってことで、複利っていうのは何かっていうと、増えた分にさらにまた同じ金利がつくってことです。複利で 10% だったら1年後に110万円じゃん、同じ、うん、複利っていうのは1年後110万円になってるでしょ、で2年後には110万円のまた 10% だから11万円が金利になるわけですよね。なので110万円足す11万円だから121万円ですね。100万円です。年数が増えれば増えるほど利息は単利の時よりも圧倒的に大きくなるわけよね。だから若いうちにある程度のこう知識を持ってさ、そこからさ、いろんな知識がこうつながっていくわけじゃん、新しい経験をした時に、ね、だから当たり前だけど、その若い時にその元での金額が1000万円なのか1億円なのかによって、10年後同じ努力してても増えていく利息が変わってくるから、だからやっぱり若いうちにいい情報、じゃあいい情報って何なのって言われたら、これはもう質のいい情報方法ですよっていうのはですね、やっぱ何気に5教科の勉強だったりするんですよ。この実は情報っていうのは明らかに質が良くて、なぜかというと、何百年にわたって世界中の人がこれがいいものだってしてきてる普遍的なものじゃないですか。あらゆる側面から物事の真理ってのを追い求めていこうぜっていう風にしてきた人たちの知恵の結晶なんで、そこを若いうちに入れとけれるかっていうどうかっていうのが、情報の質っていう意味で言うとめちゃくちゃ重要なんじゃないのっていうのは思う。じゃあさ、質のいい情報なんてなんか恵まれてる人しか触れられないだろうっていうのは全然違うね。全然違うし、だからみんな無料で中学校まで義務教育として受けてるわけじゃないですか。最近その正解主義とか、今までの教育っていうのはこう答えを導き出そうとしすぎてて、だとで、いや答えってのは本当はもっと多様でいろんなものを思考していかなくちゃいけないんだみたいなことを、まあ、言う。でそれはそれで僕正しいと思うんだけど、それってね実はめちゃくちゃエリート的な発想で、
とりあえずまず答えがあるやつっていうことの答えを学んでからそこの段階行った方が福利になるんじゃないですかってのは思ってるんですよね。答えがもうあるものっていうのはもう先人たちが血の涙を流しながら獲得してきたものですよね。そう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 。だからこれはまあ実は心理学的に言うと有意味需要学習っていうふうに言われてて、多分今すごくこうやるべきだって言われてる学習の仕方っていうのがいわゆる発見学習ってやつなんですよね。例えばその何も渡さずに九九を発見しましょうっていう感じじゃなくて、とりあえず2人が4、2、3が6みたいな感じで一旦頭に入れて覚えなさいみたいな、これで実はまあ最短距離であるし、じゃあ最短距離っていうのが常にいいわけではないんだけども、本来もっと考えるべきっていうのはその最短距離やった後に考えた方がいいんじゃないですかっていう。でもさ、じゃあさ、これ何のためにやるんだろうっていうところに行き着いてしまうじゃん、うん、はいはい、わかるわかる。これは多分ほとんど全員に訪れる瞬間が、これ何なんだろうっていう、これ覚えた先に何があるんだろうっていうのは、うん、私もそこにぶち当たってやめたタイプだったんで勉強を、うんうんうん、こういう時ってなんていう、ウガンダの話をしてくださいって言われて俺がしたとするやん、うん、なんでこんなこと聞かされてるんだろうって多分思うとか、あと例えば映像も見たこともないし経験もしたことがないから全然ピンとこないと思うんですよ。俺だってウガンダ行かねえしみたいな、もう多分子も出てくるし、多分あ、ウガンダってそんな国なんだってなる子も多分いると思う、うんうん、みんなそこで実際ウガンダ行って経験すると生き生きとウガンダについて語れると思うんですよ。経験が伴った瞬間に興味も湧きやすくなるんだけど、だから数学とかも学び始めの時には多分思う、なんでこのそもそもこんな7波52とかって言ったら違うって言ってちゃんとこれぐらい覚えなさいってなるのかって言われてもすげえ苦しいじゃないですか、うん、ただ人生のいろんな場面ちょっとしたところで必要になる瞬間とか騙される瞬間とか、うん、あるいは得になる瞬間っていうのが出てくるから、でそれってなんかまとまっては出てこないっていうところがポイントだと僕は思っていて、その瞬間瞬間での微妙な差で僕は人生とかいわゆる運って言われるものって全部変わってくると思うんですよ。ということはあれだ、これいつ何のためにやるんだろうって思うことでもいつか必ず役に立つ時があるけど、それは今わからないよということ。そうだし、もっと言うともっと細かくたくさんあるんですよ。なぜかというと1日の間に僕らって行動とか選択って数十万回してるから、なんかこう人を説得しようとして話してるのに 7×8 っていうのが52だっていう風に思って瞬間的にね、でなんかいろんな説得力がなくなっちゃったりとかするわけよ。こういうことが起こるってこと、で何の役に立つんですかじゃないね。自分が実は気づかないうちに本来だった質のいい情報っていうのをマスターしてないことによって実は離れていく人が自分が知らないうちに出てたりとか、だからそういう意味で言うとさっき言ったその福利っていうのは多分そういう積み重ねたやつがさらに大きくなるから、逆にじゃあ質の悪い情報っていうのはさ、親がいつも入れてる金庫の暗証番号で0728だよねっていうのとかも情報じゃん、うん、でそこから取ればすぐ1万円は増えますっていうの情報やんか、うん、それを入れてしまうとそれが複利になっていくってことじゃない。もちろん別にね全員が全員勉強しろっていうわけではないんだけど、じゃあ普遍的に質がいいって言われるものって多分そういう5教科の勉強だったりするんだろうな、若い時にはっていうのは個人的には思いますけどね。じゃあその2023年こういう1年であったらいいなとか、こうしたいなとか、なんかそういうのあったりするんですか？2023年は一番人生で辛かったけど楽しかったって言える年にしたい。すごいな。いやでもやっぱそういう言葉選びのセンスって本当にすごいですよね。なるほどね。辛かった年がやっぱり一番成長したもん、どうしても。楽しみな2023年ですね。ぜひ皆さんもコメント欄とかで2022年どういう年で2023年はどうしたいなとか、別に目標とかじゃなくてもいいんで、どう過ごしたいかとか、そうだね、なんかそういうの書いてもらえると嬉しいですね。コメント欄読むの楽しみだからいつも。ちなみに僕はですね、2023年ちょっとまだ言ってないたくさんいろんなプロジェクトがあって、僕ちょっと採用をね、それ向けで採用しようと思っているので、僕の弟子みたいな感じで人をちょっと今募集してるんで、よかったら応募してください、はい、私です、私が弟子です。私しかいないんだって。あなたちょっととりあえず大学院で勉強しなさい。私を差し置いてすいませんっていう気持ちになると、さやかちゃんが弟子だよねってなると思うよ。
気を使うことになると思う。じゃあ本当に君やっぱおもろいね。皆さん今年もビリギャルチャンネルをよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日もよろしく。じゃあまたね。またね。バイバイ。はい、そうそう、本が大事。バイバイ。